それでは本日の星座講座は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとう。お役に立ててよかったです。実は話したいことがたくさんあって、ちゃんとまとまってるか心配だったんですけど。そうなの？すごくわかりやすくて面白かったよ。ええ。あ、それなら大丈夫。先に頼まれてスマホで録画してたから。撮られてるのが気になって、たまにカメラ目線になっちゃってる。私はいいと思うな。照れてるほなみも、楽しそうに星のことを話してるほなみも、両方撮れたし。うん。